ロールと紅の破壊者。どうも、村です。今日もね、ロールと紅の破壊者やっていこうかなと思います。で、前回ね、なんかトントントンってドアが叩いてで終わりました。誰でしょうか。こちらからはいけません。2階から回っていきましょうらしいです。はい、ってことでね、どうやってやるんだっけ。あ、何やら光ってるじゃないの。これくらいなら飛び越えられそうです。えい、かわよかわよ。あのさ、編集してて思ったんだけどさ、俺めっちゃ今回リズちゃんのことをかわいいかわいいって言ってるんよな。かわいくない？リズちゃん、急いで玄関に行きましょう。いいよな。俺さ、昔はさ、何、ロングヘアの人が好きだったんだけどさ、もう変わるもんですね。今さ、すごいショートの人が好きなんよね。ピアノが置いてある。時計は動いていない。そう、めっちゃ変わるんよね。ロング、セミロング、ショート。おもろいね。どん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 短くなってくる。こっちはバルコニーですね。あ、ここから覗けばどなたが来ているのかわかるかもしれません。あは、どうしましょう。待たせるのも悪いですし、ここから声をかければいいんでしょうけれど、なんとなくそれはやめておいた方がいい気がします。なんで。別に気にしないよ。玄関に行きましょう。これなんて書いてんの。書斎。玄関どこよ。玄関って、こっちは何。ああ、こっちかな。お、自動。遅れてすいません、今開きます。どんどんどん。怖い怖い。見つけた。そこにいるんだな。誰だ。え、うん、誰。おう、おう、うん、ナイフ持ってる。あ、かっこいい。やあ、ドール、やっとお目覚めか。誰。驚いたよ。この辺りはとっくに借り尽くしたと思っていたんだが、まだ生き残りがいたとはな。俺はデストロイヤーのエリー。契約に伴いお前を破壊する。エリー、逃げなければ。どうやって逃げる？あ、セーブしよっか。タラララーン。え？どうしましょう。どこかに隠れるところはありませんか？開きません。あ、やべやべやべ、カウントが乗ってる、カウントが。書斎書斎書斎。開きません。なんでだよ、バカ野郎。ああ、言わんこっちゃない。悪いな、ドール。ゲームオーバー。どうしましょう。どこかに逃げなければ。あ、通れません、助けて。あ、取れた。もう無理だよこれ。いける、こっち。あ、いけねえわ。あ、なんか今光ってたな。光ってたんでそこに向かおうか。ここやな。このテーブルの下ならどうにか。あの人は背が高いので少し、あ、下のものには気がつかないはず。お、エリックが来たよ。エリックじゃねえわ、エリーが。私を探しているみたいです。ああ、どうしてこんなことに。私が何かしたんですか。エリーちゃん、うんうん、よかった、言ってくれそうです。うん、あれ、何を見て。あ、やばいんじゃない。
いるんだな、そこに。ん？おう、床ドーン。どうして居場所が？発信機だよ。ドールに必ずついているそれから居場所が割り出せるんだ。長々話してる時間もない。おしまいだ、ドール。やめてください。私はただ旦那様を見つけたいだけなのに。あなたが何を言っているのか全くわからないです。デストロイヤーって何なんですか？どうして私を襲ってくるんですか？壊さないでください。私は生きているんですよ。おう、動きが止まった。よくわからないですけど、今のうちに。待て。話してください。お前、さっきは気がつかなかったが、もしかして記憶持ちか？いや、でも全ては理解してないみたいだ。主人のことは覚えていても、デストロイヤーのことは知らない。記憶困難ですか？記憶なんですか？ちょっと調べさせて。記憶混濁。混濁って読むらしいです。はい。仕方ないのかもな。今までずっと眠っていたのなら。なんかしてんのかな？何の話ですか？来い。お前を査定しよう。査定じゃねえわ。判定しよう。どういうことですか？今のお前は、記憶があるのかないのか曖昧な状態だ。そんなお前は有無を言わず破壊すると俺が上に怒られるからな。お前が記憶を取り戻せるように説明をしてやろう。ノーといえば非協力ドールとして即破壊だ。拒否権はない。わかるか？わかりました。かわいそう、リズちゃん。いい子だな。おいで。うわ、やだ、エリー嫌いだわ。こいつ嫌いだわ。チャララーン。とりあえず座ろうか。ほら、そこへ。面談？よく聞けよ。まず、お前には2つの道が用意されている。保護か破壊か。過去の記憶があるのなら保護、ないのなら破壊。お前はどこまで覚えている？何でもいい。分かることを言ってみろ。私はドールのリズです。地下の棺の中で目覚めて、ここは私の家なんです。旦那様のメイドをしています。でもどうしてこんなに荒れ果てているのか分からなくて、旦那様もどこへ行ってしまったのかも分からなくて、すみません。本当にこれしか知らないんです。だから旦那様を探そうと思ったんですけど、あなたが来てそれが妨げられて。はあ、なるほど。やはり記憶が混濁しているようだ。それだけ覚えているなら立派だけどな。記憶が曖昧なドールを有無も言わず破壊するのは契約違反だから。教えよう、お前に。まず、お前の主人は死んだ。やっぱ死んじゃったんだ。え？100年も経っているんだからな、当然だろ。え？待ってください。どういうことですか？どうして100年も？順を追って説明しようか。ここは人形と人間が暮らしている世界だ。人間の補助をするために作られたドールと呼ばれている人形が主人に身を捧げ共に生きている世界。ここまではわかるな？はい。それが100年前の話だ。当時、とある組織が主人のいるドールを誘拐し改造して人々に害を及ぼす人間兵器とした。その人間兵器をマリオネットと呼ぶんだが、そこまで重要じゃないし、今は割合しよう。その数がどんどん増えていき、手に負えなくなった政府が派遣したのが政府非公認人形破壊部隊、俗に言う
デストロイヤーだな。デストロイヤー、そういえば先ほどこの人は自身をそう呼んでいましたね。政府は命令したマリオネットだけではなく、それになる可能性のあるドールを全て破壊しろと、つまり人形のいない世界にしろと言ったんだ。その命令が下った後は戦争状態さ。デストロイヤーは各地のドールを壊して回る。だがドールは今まで当たり前のように普通してたんだ。民衆がそれを黙って許すはずがないよな。人々はみんな武器を持ち、自分のドールを守るために戦った。デストロイヤーはマリオネットやドールだけではなく人々を殺していった。それが数年続いたかな。結局ほとんどのドールは破壊され、戦争は終わった。政府がデストロイヤーは解散したと民衆に発表した後も、彼らは裏で各地に潜むドールたちを壊して回っていたらしい。そしてある程度の残りのドールは破壊され、デストロイヤーが本当に解散した後でも、それでもまだ破壊しきれなかったドールが各地に身を潜めている。お前みたいにな。あー、だからオープニングそういうことかね。お前だけは逃げてくれみたいな。それを破壊して回るのが今の俺ら、デストロイヤーさ。そんなことが。棺に収まる私はその戦争から逃れ、一時的に助かった。そして私が目覚めた今、あなたは私を壊そうとここまで来たんですね。半分正解。さっき言っただろ、保護か破壊かって。ああ、言い忘れたが、今のデストロイヤーは100年前のものとは別物だ。俺たちの組織は戦争後に再結成されたもの。それゆえ100年前のものとは基本的に活動内容は同じではあるが、目的が違うんだ。俺たちの今そこの目的は生き残りのドールの保護。100年前を生きたドールなんて今じゃ貴重な文化資料だからな。だけどその時の記憶があるやつなんて滅多にいないんだ。しようか否か、不思議なことにこう100年も経つと記憶がなくなってしまうらしくて、戦争を生き延び当時の主に文化の記憶がある。まれで限られたものだけ俺が所属する組織で保護しているのさ。そうだったんですか。じゃあ私があまり過去のことを思い出せないのもそのせいなんですね。さ、これで俺の説明は終わりなわけだが、何か思い出したか。いえ、すみません。はあ、正直で結構。他のドールは記憶がないのに嘘をついてまで生き延びようとするんだけどな。ふふん。お前みたいないい子を破壊するのは少々心苦しいが。え？破壊すんの？判定は終わった。お前は今の時代をあんはんする資格はない。あー、もう何ですか？教えてください誰か。そういうことだからお前を破壊させてもらおうか。嫌です。は？今は断固拒否します。私の願いを聞いてくれませんか。どうか最後に旦那様の形見を探させてください。死ぬならいっそ彼と共に死にたいのです。破壊するならどうかその後にしてください。それを俺が許すと思うか。無理なお願いだとは承知しています。それでもどうかお願いします。少しだけ待ってください。あなたの時間を私にください。はあ、分かったよ。それを承諾しよう。別に俺も破壊を急いでるわけじゃないから、少しばかり時間を使っても構わない。ありがとうございます。形見を探すんだよな。まだこの家にはお前の主人の痕跡が残っているかもしれない。俺も一緒に探してやる。い
いいのですか？そっちの方が効率的だろ。それと期限を決めよう。俺は拠点への定時連絡をしない。そうすれば不審に思ったあちらが増援を向かわせるだろう。その形見を見つけるのにはそこまで時間がかからないと思うが、お前が主人の形見を見つけた時か増援が到着した時がお前の最後だ。わかりました。ありがとうございます、デストロイヤー様。ああ、じゃあとりあえず少し休ませてくれないか。デストロイヤー様、なんだか先ほどとは雰囲気が、距離が近いような気がするのですが。スイッチ入れっぱなしにするのも疲れるんだよ。こんなの感情を無にしなければ対処できない。デストロイヤーはドールの反撃にも合うんだ。俺だってこんな無ごたらしい仕事好きでしてるわけではないんだよ。まあこれでお前を壊すのが先送りになったわけだから。ああ悪い、本当に疲れた。ああ少し休ませてくれ、俺は寝る。期限の話はどうなるんですか？ あなたが定時連絡をしなかったら増援が来てしまうんでしょ？大丈夫、拠点からここまではまあまあ遠いしな。心配なら今定時連絡をしよう。それでしばらくは大丈夫さ。めちゃくちゃです。本当に寝てしまいました。デストロイヤー様って意外とマイペースな方だったんですね。どうか定時連絡って腕のブレスレットかなからできるんですね。不思議な仕組みです。突発的な連絡なので全然定時ではないと思うんですけど、私が眠ってる間に世界はだいぶ変わってしまったみたいですね。なんかさ、私か私で悩むんだよね。ちょっと次は寝直そうかなと思ってるんだけど。旦那様、少しあたりを調べてみましょうか。彼を置いていくことはできないですけど、少しだけこの部屋を見て回りましょう。はい、ってことでね、デストロイヤーさんに会いましたってことで今回はここまで。またじゃあね、デストロイヤー様。誰がデストロイヤー様だ。